はい、皆さんこんにちは。佐賀キャンプスでございます。1時半ですね。雨が降ってます。窓全部閉めました。寒い寒いやんと思って、千代田区出てませんね。この部屋は今ですね21度ですね。ビールがね、一杯目だけは美味しいんですけど、その後あんまり美味しないやんと言いながら3缶も飲んでしまいました。はい。眠たくなったら寝たいんですけど、3時にね、ズームで取材を受けるんですよ。寝られへんやんということで、まあ、あれですね、3缶微妙なところでして、寝られるんですけどね、でも、私って気が小さいんでね、3時にズームやらなあかんねんと思ったらですね、なかなかこの1時間半前って寝られないんですね。さて、日経平均でございまして、マイナス167、この辺でうにゃうにゃしてますね。おー、戻しましたね、ドル円ね。144.95 で、ちょっとだけ戻して144円台ってことになってます。はい、その他、原油高いねん。なんで？WTI が88ドルですね。のもの高ならね、ビットコインまで高いやん。ほんまに。いや、金先物も高いやん。ということはドルが安いはずなんですけどね。まあ、いや、なってへんやん、安なってへんやんという。単に円があかんのかということですか。香港ハンセン、202、行きましょう。待って、コスピ読みますね、コスピ。コスピーが動きなしですね。はい。コスダック、もう動きなしですね。若干下がったかなっていう感じですけど、若干とほぼないですね。 2.45 下がってるって感じです。さて、ザクザクにこんな記事が出てまして、ロシア軍に内紛勃発、求心力低下、プーチン大統領の地位も危うく、組織間に圧力、国防省の解任論も浮上ということでですね、ちょっとかいつまんで読んでいきましょう。ウクライナで苦戦するロシア軍の周辺で内紛が勃発した。軍出身の国会議員が国防省の嘘を批判し、セルゲイ・ジョイグ国防省の解任論も浮上。私兵部隊と民間軍事会社のトップが正規軍を追及する動きも出ている。こうした一連の動きがプーチン大統領の地位を脅かすものになると専門家が指摘する。ロ経済誌コメルサント電子版によると、アンドレイ・カルタポロフ下院防衛委員長は特別軍事作戦の実情について国防省が公にしていないとし、我々は嘘をつくのをやめなければならない、とテレビ番組で発言した。ウクライナ国境に近いロシア南西部ベルゴロド地域の国境の村が実質的に破壊されたが、国防省の報告は変わらない、国民は知っていると隠蔽体質を批判した。うにゃうにゃうにゃ書いてありますね。はい、もうちょっといきましょう。飛ばし、軍事評論家の間ではショイグ氏が解任、国防大臣ですね、解任されるとの見方も出ている。米シンクタンクの戦争研究所は、軍事的な失敗の責任を取らせるため解任を遅らせる可能性が高いとも指摘した。軍事組織間での圧力も生じている。プーチン氏に忠誠を誓い、南部チェチェン共和国で私兵部隊を率いるラムザン・カディロフ首長が軍指導部を批判。民間軍事会社 PMI ワグネルの創設者エフゲニー・プルゴジン氏らも同調したと。まあ、よくわかりません。ロシアですね、独立系メディアメドゥーサによると、ショイグ国防相らは PMC、 いわゆるですね、あの軍事会社ですね、PMC を邪魔なだけだと考えており、会合でショイグ氏とプリコジン氏、いわゆるあの PMC の創設者ですね、
ワグネルですね、が汚い言葉を使って口喧嘩をしたとする情報筋の証言を伝えた。クレムリン、大統領府に近い別の情報筋は、大統領はチェチェンの大隊とプーリーグゴージンの動きを効果的だと考えている。いわゆる、ワグネルという軍事会社ですね。傭兵部隊と言っていいでしょう。最後ね、軍は内輪もめで統一的な組織の体を成しておらず、ロシアの勝利は消えたに等しい。無謀で矛盾した戦争を始めたプーチン氏を脅かすことになるだろうとの見方を示す。これはその渡辺さんという、専門家のご意見です。これ貼れませんので貼りませんけども、もう今日もそうですけども、ロシア軍あかんやん、でウクライナ頑張ってるやんというような記事があふれておりますね。戦線というのは崩れ出すとバラバラバラっと一気に崩れ出すんですよね。でそもそもまあここにも書いてありますけども、ロシア人も誰もですね、こう望まない戦争であったわけですね。でそれに皆さん駆り出されて、いやいやいやと思いながらこうやってて、いやいやいや、なんだろう、逃げようとか降伏しようとかっていう話になってるわけであって、まあよくここまで持ってるなっていうのが正直なところなんですね。もうかなりの度合いでですね、ロシア軍の解体っていうのは進んでるような感じがします。いつも言うんですけども、でもただプーチンさんはですね、一人で俺らやるぞって行くぞってやってるわけですね。それは変わらないわけでして、ですんで、多分プーチンさんがですね、大統領職にとどまってる限りはですね、解決はできないだろうなと思います。早くですね、プッチンプッチンプッチンしてしまえばいいんですけど、そんな動きは今のところ伝えられてません。ただ本当にここ2週間ぐらいですかね、連日こう山のようにですね、ロシアあかんでという話が伝わってきていましてですね、どうやらですね、終わりが近づいてるのかなという気はします。ですんで我々ね、そのいつも言う通りですね、これは日本にとってはですね、北方領土を取り戻すチャンスなんですよ。しかし鈍感な岸さんがそれを理解してるかどうかっていうのは非常に危ういところでございます。また今回も逃したら知らんでもあと何十年も来えへんで、こんな機会というふうに思いますね。ドイツはね、東ドイツと西ドイツ統一するときにですね、コールさんという当時の首相がですね、ゴルバチョフに直談判をしてですね、いや統一を認めろと言うてですね、ゴルバチョフがですね、こんなんお前言うこと聞かへんやろというような状況をいっぱい出してくるわけですね。要は金払いということです。簡単には金です。でそれをコールさんが、よっしゃ分かった、それ飲んだら統一は認めるんやなというふうにゴルバチョフに迫ってですね、ゴルバチョフがもうしょうないよ、それ認めるとかで言うて、それでもってですね、何兆円かの日本円でね、何兆円かのお金を払ったんですけども、それで東西統一を果たしたというような過去がございます。今回日本はですね、プーチンさんが大統領職にいる限りは無理ですけども、変わった誰かに対してですね、わっと出てって、オラ北方領土返せって言うて、キャンキャンキャンと詰め寄ってですね、向こうが言う条件をですね、分かった、それ飲んだらええねんなということをですね、やっていけば多分戻ってくるはずです。というのはロシアにとってね、あの北方領土はね、たった4、狭いとこですね、はっきり言うて、それを日本に返すことによるデメリットはほとんどないんですよ。ほとんどないというか、むしろあれを維持してる方が金かかるわけですね。だからとっとと返してしまえばいいんですけども、それを今までブチ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 と渋ってきたわけです。そのチャンスがもうすぐ訪れようとしているんですが、ですね、ボンクラの岸ちゃんはそんなことは早いって分かっていないんでしょうね。なんせ林芳正を外務大臣に未だに据えてるわけでして、日本にはこのチャンスを生かすような体制は全くできていないですね。
ああ安倍さんという感じですね。安倍さんやったらね、上手に動いたかもしれません。まあそれは分かりませんけどね。はい、ということで晴れません。ザクザクでございます。ロシア軍に内紛、勃発、求心力低下、プーチン大統領の地位も危うく、組織下に圧力、国防省の解任論も浮上という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。